どうもこんにちは、レレです。今日はね、まあ見ての通りこんな感じで、もうあの部屋に来てるんですけど、まあ本日は何を撮ろうかなって考えたんですけど、実はですね、僕ね今年に入って引っ越しをしまして、なんで画角的にパッて見てもなんか前の家と違うなって思った方もいると思うんですけど、じゃあそれを企画にしちゃえばいいんじゃないかって思ったわけですよね。ということで皆さんも、あ、もう何やるか分かったっていう方もいらっしゃると思いますが、発表させていただきます。題してルーツアー、イエイ。はい、ということでじゃあ早速ね、まあ、玄関から撮っていきたいと思います。レッツゴー。はいはいはい、はい、いらっしゃいいらっしゃい。寒いんだから早く入って。寒いでしょ寒いでしょ、早く入ってね。はい、まずはね、玄関の紹介からいきましょう。レレマスクをしてるのを描いてもらった写真を飾りながら、まあ、練習に持ってるね、キーバッグと、まあ、小物たちですよ。まあね、靴箱はね、こんな感じでね、靴箱はいっぱい靴が入っています。うん、こっちは主にね、遠征とかに行く時の靴を入れてるね。あ、なんかな、上がっちゃったよ。じゃあ今から僕の寝室をご覧あれ。 Welcome to Tokyo 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 Tokyo。 はい、まあベッドがドカンって置いてありまして、まあこれね、チッチ君とベル君が俺が寝るときにここで寝たり俺と一緒に寝たりするために敷いてるモフモフ毛布。そしてこの中は服が、おお、すごいスピードで入ってったな。父が入ってきましたけど、まあ、服がバーッと入ってまして、そしてまあ、まあテレビがあって、でちっちくんとベル君のトイレが置いてあってっていう感じかな。で、あとはまあここにも服がバーッと入ってますよっていうね感じになってます。次の部屋、ここはね畳の部屋になっていて、いわゆる和室ですね。まあ、ここでトレーニングしたりストレッチしたり、まあね、来客全然取ってないよお前、えぐいやん。続けてじゃねえよお前、何しようねお前、猫取る場合ちゃうぞ。俺申し訳なさそうにしてるわ、ベルの方が。お前より全然申し訳ない顔してるわ、取りすぎやん。これまあ来客がねある時とかにここに布団に敷いてここで寝てもらったりもします。でまあチッチベルのお仕置き部屋です。これお仕置き部屋、こんな感じかな、この部屋は。で、ここには来客用のね布団なんかがバーッと見てますけど、はい、じゃあね、次はね、トイレの感じを見ていこうかな。トイレなんですけどね、いきます。オープン、大丈夫、入れる。はい、こんな感じになってて、まあ、入ってほしいんだけど、入ると左にエスパルスの、今はエリックとエウソンとノリくんが映ってますね。今年も頑張ろう、みんなそれぞれの場所で輝こうってことで、まあ、うち僕のトイレ入れば分かるんですけど、キングダムがね全巻揃えています。
なので僕の家に来た人はキングダムを読み終わるまでこのトイレから出れません。出しません。外から鍵します。ザーということでこんな感じですね。続いては脱衣所。まあ脱衣所です。歯を磨いたり風呂上がりに化粧水や乳液やボディクリームをやるところです。で続いてそのままトイレ、風呂紹介します。風呂はこんな感じです。結構広いんですよ。すごくね広いので、なんかちょっとこう体洗うときとかに壁にガンガンってぶつかったりもせずにこうね、ほら俺が入ってもこんな感じの広さ。今はねボディーソープとかもね、日によって変えます。僕はそういうタイプです。小物の紹介とかは興味がないと思うので皆さんしません。チッチ抜いて、はい、こちらダイニングキッチンになります。荷物が置かれるんですが、引っ越したてなのでまだちょっと汚いんですけどね。ダイニングテーブルがありまして、まあ、こんな感じですね。この食器とかもろもろ入れてたりして、でこっちの方がキッチン、ちょっと広めですね。広くて料理しやすい感じになってますね。うん、非常に良い。で向こうにも奥行きがあるからね、空間をね利用してます。物を置いて、まあ、でもちょっとまだ汚いんですけどね。はい、普段はもうちょい綺麗です。綺麗好きなんです僕。ちなみに、まあ、チッチとベルがいるからね無理なんですけどね。綺麗好きにしても妥協は妥協、妥協をしないとやっていけない。じゃあ次行こう。ちょっとねリビングを紹介する前にね、このウォーターサーバーの流動さつけたいと思うんですけど、これ僕ね最近なんかモデルとかがやってるみたいな、朝と夜に白湯を飲むっていうのをやってます。これ理由は寒いだろ、それだけ。いうことじゃないですよ。でね、こうテレビがこんな感じでありまして、こうボーン、ソファーとかこれでも足ギュイン伸ばしながら、こうねこうストーブで温まりながらテレビ見て、ね、7月にはストレンジャーシングスもまた新しいシーズン出るみたいなんで楽しみですね。で、ほらあっち見て、北九州の時のユニフォームと去年のエスパルスのユニフォームも飾ってます。そしてあそこにはチッチとベルの、ご飯自動ご飯排出機がいい、空気清浄機があって、でそして父とベルが遊ぶ、キャットタワーがありますと。で、あの中のものを捨てますね。まあ、多分見にくいかもしれないんだけど、上がね、こうバッグ類とかを置いてて、でこうかかっている服はね、基本的に私服というよりはゴルフとかトレーニングとかする時のウェアをここに主に入れてます。でちょっとねこっちのも見てほしいんだけど、これが見てください、ワンピースのフィギュアとかね、タコウくんとゴンちゃんにもらったキーパーグローブを、ね、飾ってます。サインもらって偉大なる先輩なんでね。でこの奥の方にあるトロフィーが J2 の時の月間 MVP のトロフィーと、左がギラバンツ北九州の年間 MVP 賞をもらった時のやつですね。
これ説明忘れてたんですけど、うちはねカーテンじゃなくてブラインドカーテンなんですよ。だからあの布のカーテンじゃなくて、まあそのブラインドカーテンの理由としてやっぱ2匹いるから、猫がね前の家でもこうガジガジ登って、でそれで遊んでて怪我したんですよ、メル君の方が。そういうのもあってブラインドカーテンにしたんですね。でしかもなんかやっぱ 日も入ってくるし、まあかといってブラインドで隠せるからめっちゃいいなと思ってブラインドカーテンなんです。はい、こんな感じでした。まあ簡易的にねなったんですけど、ルームツアー、まあいまいち正直ね何をしていいか分かんないんですけど、まあ本当にルームツアーっていう感じだったんで、あの紹介をするみたいな感じになりました。そんで今ね映ってないんですけどちっちくんとベル君がご飯が出てくるっつってこの飯の前で待機してるんですよこれがねまあ、俺にとっては日常なんだけど、こういう風にたまに来る人とかが見るといつも待ってんのこれみたいな感じでなるのが可愛いんですよ。そうなんですよ、こいつらね、ご飯器ね2つあるんだけどね、だから同時に同タイムちょっと誤差があって同タイムで出ないから、それで片方が出たら次片方が出るの分かってるからずっとにらめっこしてんのご飯と。だから今が20時59分で、あと多分あと15秒ぐらいで10時になるから、多分15秒ぐらいに出てくると思うんで、あの食事見たい方はあのトントンってやってくれれば15秒ぐらいに飛んで、あのこいつの捕食シーンを見れると思うんで飛ばしてみてもらっていいと思います。2人でこの奪うように奪い合うようにして食いた。これがやっぱねポジション争いとかやっぱ競争に勝っていく術なんですよ、これが。それをね僕はね猫にも植え付けさせようっていうあれですね。かっこ嘘。はい、これにてルームツアー終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。そしてこんなの見たいよっていうのあればどしどしコメントで書いてね。待ってるでー。だよ。